歴代日本代表使ってる三流最強名爆物であればどういうメンバーになりますか交代枠3までで交代カードも知りたいです。いやー、むずいけど、絶対変な富安ですけどね。富安、久保、ロマンで中田とか入れたくなるけど、ロマンというか。うーん、でもまあ、つながないのはつながないするしな。キッパが正直、奈良崎と川口どっちがいいかとか、川島の方がいいのかとか、ちょっとその辺わかんないですよね。普通に今の日本代表の中に、足りないところに昔の選手入れるか。 サイドバック堺井博己長友以上っているかな歴代で。今の日本代表の中で、で、上田綾世夫でちゃんと戦術やりながらあれできる選手いないでしょ高田役さんで、その1個に久保達彦入れるけどね、森田変動相当レベル高いからな。うっちーでも、やっぱ堺井博己のさ、あの、守備の体重の強さだったりとかさ、今の堺井博己だと、まあ、ちーの一番すごい時が多分ザックジャパンとかの時でしょ そうやるサッカーが守備中心というか、守備絶対になるし、逆サイドからのクロスに対しての対応とか、酒井宏樹、高いし、の井広樹が怪我しやすいっていうのもあって、うっち控えに入れるかな。もうッちを控えに入れれるのかっていう話だけどね。そうだな。今の代表に惜しむさにするかな、監督。<laughs> 誰だろうな。どの時期の呼んでくるってもあるけどね。アジアカップの時の、ザックジャパンのアジアカップの時の長友、左サイドバックに入れますかね。 そうでも、僕、上田綾瀬がちゃんと、もっとしっかり、あの、上田綾瀬動かさないですよってチームにしたらすごいと思うんで。いや、正直、前田大然と朝のとこ並ばせられてるけど、確かに二同意するとか、プレスのその、ハードさ、一回一回のスプリントの質っていうのは高いんだけどね、二人とも。なんだけど、やれることの数もさ、そこでの質も全然違うから、上田綾瀬をもっと絶対的にしてあげて僕はいいと思ってるんでね。 上田綺ス絶対的にしたら、久保だと戦術従わないし、そう、大阪だとポストプレイにちょっと特化してるから。今の日本代表のところに、まあ、一番すごい時の長友入れて。でもこの前 FC 東京見たけど、長友のフィジカルめっちゃ落ちてるかっていうと、普通に足速かったですしね。ああ、でもセンターバックに、まあ、入るグループにもよるけどね。中澤とかトゥーリオとか、ああいう系の選手と富安組ましたいですけどね。トゥーリオ入れたいですけどね。 あとセンターバックであの選手すごかったな、みたいな選手いるかね、この。あ、長谷部ね、あ、確かに。控え、長谷部入れたいな、どこでも。うん。だトゥーリオだと普通セットプレイであれになるからね。控え、長谷部、トゥーリオ、うっちか、長谷部、トゥーリオ、久保達彦か、どっちかですね。うん。そんな感じかな今の代表に。